サー・ロジャー・オーエン・ダグラスは、ニュージーランドの政治家、論議政権下で財務大臣を務めた、ロジャー・ダグラス・アソシエーツ代表、オークランド出身。父親、弟ともに、ニュージーランド労働党所属の国会議員。オークランドの名門オークランドグラマースクール卒業後、オークランド大学で会計学を専攻し、会計士として活動していた。マヌカウ市議会議員として活動後、 1969年の国会総選挙にマヌカウ地区より出馬主発当選を果たす。1978年まで同地区で議席を保持し、1978年から1990年までマヌレワ地区で議席を保持した。1972年に発足したカーク内閣で初入閣し、1983年にデビットロンギが ニュージーランド労働党党首に就任すると財務報道官に就任する。1984年に論議労働党政権が発足し内閣の重要ポストである財務大臣に就任する。この年よりロジャーノミクスと呼ばれるニュージーランドの行政、財政、経済改革が始まる。ダグラスはこの一連の大改革の発案、実行に着手し、 ロンギの強力なリーダーシップの下、ニュージーランドの改革を断行する。ロジャーノミクスは一定の評価を得て1987年の総選挙でも、ロンギ内閣、ニュージーランド労働党は再任されたが、1988年に党内反対派勢力の抵抗を受け、ダグラスは財務大臣を更迭される。この年、ロジャーノミクスも終わりを遂げる。ロンギ内閣は、 ダグラスの辞任では収まらず、党内反対派勢力の拡大、離党議員に押し出される形で論議は首相を辞任する。1990年の総選挙で、ニュージーランド労働党は敗北し、ニュージーランド国民党へ政権を奪われる。ダグラスは1990年の総選挙へは出馬させ、政局を見守った。1993年にデレック、クイグリーと消費者、 納税者協会を設立し、自由主義、市場解放主義を政治哲学とする、アクト党の設立に参加する。アクト党初代党首を務めるが、すぐにリチャード・プレブルに党首を交代する。ダグラスは、アクト党で手腕を発揮し、1996年の総選挙では8議席を獲得、続く1999年総選挙では9議席を獲得する。 ダグラスは2004年に議員生活から引退をする。2008年2月、2008年の総選挙にアクト党からの出馬を表明し、新設されたフヌア選挙区から出馬したが、小選挙区では落選した。アクト党は2008年の総選挙でご奇席を獲得したため、比例復活し政界復帰を果たした。ありがとうございます。